ITMF2022 直前インタビューシリーズでございます。10人ぐらいの選手の皆さんに今回はインタビューさせていただくんですけれども、今回は横山峰弘さんです。横山さん、ご無沙汰しております。あ、ご無沙汰しております。横山です。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。直接お目にかかる機会がなかなかなかったんですけど、今日思い返すと、去年の、夏のモンブランで私が、ライブ配信のちょっとお手伝いしたときに、オンラインではお話しさせていただきました、ね。そうですね。はいはいはい。こんな感じでしたけど。時代だと思います。はい。そうですね。思い出しました。すいません。はい。まあ、その時の話なんかもさっきちょっとね、思い出したんですけれども、まあ、今回は UTMF、はい、ウルトラトレイルマウント富士ということで、横山さんが出られるのって、これで久しぶりなんですよね。いや、久しぶりですね。なんか、まあ、正直申しまして、僕今手元で見たんですが、はい、私もあんまり記憶ない。あ、ですか。第1回とか、最初に開催された、もちろん12年の第1回の大会の時に5位で、はい、入賞されていて、はい。で、多分その後で言うと、もしかするとエントリーはされていたりしたのかもしれないですけど。リタイアしたり、出てないことが多かったです。なんか、はい。イトラの方を見ると、18年の、大会は、スタートしたけどフィニッシュされ、DNF だったんですかね。なんかそういう記録がちょっと残ったので。あ、そうですね。はい。ディラン・ボーマンが優勝した時だったんですね。優勝した時ですね。はい。うん、まあ、というわけなので、意外にも、この UTMF、マウント富士は横山さん、久々の挑戦っていうことになるんですか、ね、そうですね。久しぶりですね。うん、今回は、どういった目標、テーマ、自分のUTM が来週に迫りましたけれども、どんな気持ちですか？そうですね。テーマは本当にもう、まずは、一番はもう本当に怪我なく、まあトラブルは絶対あると思うので、100マイルなんで、まあそれを本当にどう対処して、どうやって乗り切って、まあゴールするかだけですね、もう本当に、それだけしか考えてなくて、はい。もう本当に久しぶりなので、まあ、UTM に関しても、まあ、大会に関しても2019年の11月から出てないので、ちょっとレース感が鈍ってるというのは自分でも分かってますので、本当にちょっと探りながらっていう練習もそうですけども、今もそういう感じで過ごしています。それも正直なところです。はい。そうですね。まあ、UTMF はちょっとご無沙汰になりますけれども、記憶の新しいところで言うと、はい、コロナの前の19年の秋にモンブランね、はい、UTMB を完走されて、これもね、されましたし、さっきおっしゃった11月の中国のスーリーなんですよね、はい。これもまたすごいコースという、私、噂しか聞かないほど行ったことないですけれども。そうですね、難しいコースで。すごい山岳レースだと思って、ね。山岳コース、はい。110キロ、もう23時間に及ぶ。はい。はい、ということなんですけども、ただやっぱこのコロナの期間中というのがあって、ね、はい、誰しもこうレースから分かって、ようやく今年ぐらいからいろんなイベントも戻ってきたの、はい、マウント富士もそうですけれども。そうですね。ですよね。やっぱり、この間というのは、横山さんもやっぱりいろいろいろんな目標、こう予定していたこととか、やりたかったこととかも、だいぶ制約、あ、そうですね、かなり制約がありました、はい。どんなふうに過ごされたかなっていう。どんなふうに過ごしたか、まあ、ちょっとなかなか、そうですね、まあ、多分ほとんどの方と一緒だと思うんですけども、本当に、まあ、一人でただ、まあ、その時は水上に住んでたので、はい、本当に一人でただ、黙々と、うん、なんかジョギングしてる感じの日が多くて、まあ、何に目標してるかもちょっと分かんない感じで、まあ、そんなもやもやした感じずっと過ごしてました。はい、そうですね。いや、まあ、聞いといた私も、まあ、まさにそのいろいろ私自身もいろんなこう当てが外れ予定がなくなりみたいな、はい、まあ、ちょっと横山さんとはね、やってることにもちろん同じことではないんですけれども、いや、ね、似てますね、なかなかね、はい、同じようなこうスポーツ このアウトドアスポーツの、はい、私も端くれとしてはやっぱり非常に苦しい、はい、というかなかなか悩ましい時期だった、はい。うん、まあまあ、そういう中では久しぶりの UTMF、この UTMF がレースという本格的なレースという意味でも
岡山さんにとっても本当久々、2年半ぶり、久しぶりですね、なりますかね、はい、はい、うん、きっとまあ楽しみというか、こうどんなんか、まあ、あのまず感想というのが目標かとは思うんですけれども、そうですね、感想と、まあ、期待されてることとか楽しみにされてることとかあったりします？まあ、久しぶりなんで本当にどんな走りができるかも自分でも正直に分かんないですし、ただまあ、あの今シーズン4戦予定しているので本当に1回目なんでまだシーズン長いので、まあ次につながるレースができればいいなとは思ってます。はい。とにかく、まあ、絶対トラブルはあるので、久しぶりなので、それをどうやって乗り越えて、ゴールまで、うまく、コントロールしながらたどり着けるか、だけに集中できればなと思ってます。はい。うん、まあ、この間、私また改めて、ちょっと横山さんの、Facebook とか見てたんですけれども、はい、春先ですか、2月ぐらいでしたか、はい、長く、もう横山さんといえば、みなかみにお住まいっていうのが、もうずっと、あ、そうですね、はいはい、インプットされてたんですけども、東京都内に移られたんですね。そうですね、東京ですね、もう、はい、うん、大都会ですね、はい。まあ、まあ、いろいろ、まあ、ご家族と一緒に住みたいという、まあ、住むということっていうふうに書かれてたんで、まあ、そうですね、こう、そういういろんな、ことを考えた結果だとは思うんですけども、はい、やっぱ今までのそういう意味では水上はもう多分ちょっと出ればトレイルもう、そうですね、もうそのままはい行けるので、まあだけどあったんですけど、ただまあ走ることに関してはどこでも一緒かなと思ってまして、まあただちょっと山に行くのに車とか、うん、まあ電車使わなきゃいけないというのでちょっと環境変わったんですけど、ただ意識が変わったのは、前はちょっとまあすぐ山とかもうスキー場とか行けるので、なんかこう、まあ、雑ではないんですけども、ちょっとまあ雑かな、なんかあんまりこう気持ちが入らなくてもタラタラ走ってしまった感があったんですが、今はそういうとこ行けること自体がすごい重要なので、まあ一回一回きちんと丁寧に山とか走れるようになったかなとは思ってます。もうあと一本一本大事にしてます今、はい、それがすごいなんか意識が変わったので、逆にいい面でもあります。なるほど、そうか、まあそう、そういうものなのかもしれませんね、はい、まあ、また来ればいいかなと思うと、まあ、それが先延ばし、いろんな課題とかね、そういうこと、一本一本、もう今来たから、ちょっと大事にしよう、もうちょっと走っとこうとか、うん、はい、あと、まあ、みなかみにいたので、もうみなかみの山々、まあ、同じパターンの山しか走れない傾向があったんですけども、うん、まあ、今回、東京に来たので、うん、久しぶりに練習で、ハセツネのコース行ったりとか、逆に新鮮で、よかったですね、はい。楽しめますね、練習も。あ、そうですね。ハセツネといえばもう、横山さん、様々な。はい。あの、いっぱい間違えましたけど。そう。間違えて感じました。間違えたんだと思って。はい。地道山の方を間違えたって言われて、はい、まるで初心者みたいな。はい、なんか、いろいろな手前でも間違えました、もう。入り口とか。ねえ、もうあの、はい、そう、もうかつては、もう血のにじむバトルというか、ね、多分トレーニングされた場所ですもんね。ね、はい、まあ、そういう、またちょっとこう、まあ、時間を置いて、月日を経て、また、こう、初心に、もちろん初心に帰ってという、まあ、コースに関しては、また初心に帰ってという部分もあるんですかね。はい。まあ、こう、まあ、横山さんといえば、まあ、2009年の、UTMF での、ね、はい、まあ、6位とか、まあ、その華々しい活躍の後、やっぱりちょっとこう怪我で苦しまれた期間長かったという記憶あるんですけども、今は少し、今は今回の UTMF に関しては不安なく走れそうなコンディションでいらっしゃいますか？あ、そうですね、コンディション的には、ただやっぱり、なんでしょう、この時期にこれだけ練習、まあ、走れたのは2000、なんか振り返るとちょっと、まあ、あるので2009年以来なので、まあ、なかなか疲労が抜けなくて、まあ、結構パンパンな状態ですね、なんか、はい、あ、そうなんですか。もう毎日ストレッチして、はい、あ、じゃあ2009年って今お話ししたまさにもうキャリアの中で大きな結果を、ね、はい、成し遂げられたところあたりから以来の
いいコンディションということ。そうですね。だコンディション的にはどうですね、うん、やってみないと分かんないんですけど、まあ練習はね、これだけこあの走るようになったのは本当に。走れるようになって。はい。だむしろ走りすぎでちょっと、あの、調整しないといけないぐらいっていうことなんですかね。どうですね、分かんないですけど、はい。まあ、今、うん、おとといか、おとといもちょっとあの、はい、谷川岳行って。あの、拝見しました。なんかちょっと、遊びすぎた感じがあって。だ小前さんと一緒に写真、そうですね、はい。ちょっとパンパンなんですけど、お尻とか今、ね、うん。ということは、まあ、非常に、まあ、こう、コンディションとして、あのね、痛みとかそういうこともあんまりなく、楽しく走れるコンディションということですね。そうですね、そうなればいいんですけども、はい。うん、まあ、その、先ほど、あの、今年の、4つ目標レースですか、あこう予定されていてということだったんですけど、はい、まあ、UTMF は、はい、今回は、ね、大事なんですけれども、まあ、ちょっと少し先の話までということで伺えればと思うんですけど、どんな今シーズン、この予定されてるんですか。そうですね、あと、6月の下旬に、松永さんが、主催する新潟での100マイルのレースと、はい、あのディープジャパンウルトラ。そうです、ディープジャパンですね。はい、であと8月は TDS ですね。TDS ですね。はい、去年、モンブランでこうオンラインでお話しした時も、そのまま、はい。おっしゃってましたもんね。スライドして、うん、はい、うん。あるので、出場しまして、それでその後、ちょっと今悩んでたんですけど、多分10月、最初10月、あ、ごめんなさい、11月か12月、あの、香港か、タイの UTMB シリーズ出ようと思ったんですけど、あの、11月のに出る予定ですね。まあ、そちらの方が。なるほど。はい。10位内に入ったら、そのまま UTMB の権利がもらえるって書いてあったので、はい。はい。そうですね。そちらに本に多分力を入れると思います、うん、11月に。この10位内っていう、このメジャーの方になって、この間、先生ちょっと移って、それがタイの方に行ったので、はい、まあ、ドインタのタイランドバイ UTMB っていうのかな。12月のレースになりますかね。はい。うん、はい、なるほど。12月の方なんですかね。そうなんです。あの、香港の方だ、最初は香港の方だったんですけども、先週だったかな、ね、先々週だったかに、あの、まあ、まあ、こう、香港の方が、まあ、相変わらず海外から、あの、こう、渡航して参加するのが難しいというか、まあ、コロナの影響規制が割と、まだ、はいはい、ちょっとまだ解けないかもしれないということで、それを見越して、タイの方に変更になったんですね。あ、そうなんですか。大会時代は、香港の。両方ございますよね。はい、香港の、あの、トランスランタル、UTMB、そうです、トランスランカー、はい、それはまあ開催は予定11月だったかな、ね、に予定されてるんですけれども、はい、そのメジャーっていう12位以内で UTMB のチケットっていうのはあのタイの方に移ったっていう、あ、本当ですか、発表されてます、ね、もうそれを聞いたのであのタイにスライドしました。よかったね、早めに聞いといてよかったです。そうですね、はい、それは、はい、タイに、そうですか、はい、12月にありますね、うん、はい、まあ、あのそうするとこのまあ、2年分の空白ではないと思いますけれども、まあ、レースがなかった期間を経て、いよいよこう、それを取り返すぐらいの勢いでっていうことなんでしょうね、はい、っていう岡村さんにとっては。そうですね。うん、まあ、ここでその、まあ、横山さんね、いろんな、もちろん自分自身のアスリートとして、いろんなレースも走ってらっしゃいますけど、まあ、例えば、この、小平地のトレイルであったりとか、はい、まあ、先日も、こう、大分の、のツアーのトレイルとか、あ、はい、まあ、そういうイベント、大会の、こう、プロデュースだったり、アドバイスだったり、関われてると思うんですけれども、はい、まあ、そういうお立場から見て、こう、この10年間ですかね、まあ、UTMF、一応、こう、第1回から、一応10年間で、10年経ったということになるんですけれども、はい、まあ、こう、どういうふうに変化したというか、まあ、こう、ご自身の思っていた通りの変化だったか、あるいはなんかちょっと思わぬ方向にとか、あるいはいい方向にとか、どんな風にお感じになったか、ちょっとこう少し長いので振り返ってみて、どうお感じになるかなって思うんですけど。そうですね。やっぱり最初の頃はなんか関東の方中心で、なんかこう、進んでたような感じがあるんですけども、まあ SNS とかの関係とかもいろいろあって、まあどんどん地方にもいい面は飛び火していて、いい大会も地方もたくさんありますし、いい選手もたくさん地方から出てきたので、すごいそれはいいことで、あのトレイランニング、
広まったなっていうのはすごい感じますし、ただまあこれからも、またさらに10年こうね、広まって皆さん続けてもらえればいいなと思います。ただ、すごく感じるのはやはり私が最初の頃一緒にお会いしてた方が意外と選手からこうボランティアに移る方がたくさんいていらっしゃるなと思って、そういう関わり方をする方もね、多くて、すごくいいんですけど、なんかこう、年をとっても、なんだろう、完走できるような、エイドを多くするとか、まあタイム制限を緩くするとか、そういう100マイルも国内にあってもいいのかなと、何歳になっても。そうですね。はい。そう、それは私も まさにそういう、はい、世代というか、まあ、ね、始めた頃は元気、まあ今も元気ですけれども、はい、だんだんこう、レースから、レースというかそういう関わりからなんか離れて、ちょっと遠くから見てる、応援してるみたいな感じになりがちというのは、ね、そうですね、ありますよね。けど、なってる方いらっしゃるんで、あ、一緒に出たらまた面白いのになとか思う方もたくさんいらっしゃるので、うん、まあ、その辺がちょっと残念かな、ね、はい、また戻ってきてもらいたいなと思います。うん、まあ、まあ、100マイルと言わなくてもできることもあるだろうし、まあ、100マイルだって頑張ればできますよね。うん、横山さんを見習えばできる、ね。いやいや、私はあれなんで、はい、はい、うん。まだまだ皆さんもすごいいけると思うので、うんうん、続けてもらいたいなと思います。うん、ありがとうございます。そういう横山さんなんですけど、まあ、ちょっと私、エントリーリストを見ていて、まあ、ちょっと気がついたんですけど、まあ、まさにさっきからちょっと話題に出てる、まあ、その2009年、この UTMB で日本から3人の選手が表彰台に上ったと、はい、横山さん、そして冠城さん、そして山健さん、この3人が共に今回、UTMF のスタートラインに立つということを発見しまして、なかなかこの、私みたいにこう、そういうファンにとっては、なかなか胸の熱くなる展開というか、この出来事だなと思って、ね、その3人の皆さんのスタートラインでの表情とか、こう見たり伝えたりできたら素晴らしいなと思ってます。はい。はい。ああ、そうですね。なんか山県に関しては、なんか、うん、私の後かな、多分、ハセツネのコース、望月君と一緒に練習しに行って。ああ、そうなんですね。ね、70キロくらい走ってるじゃないですか。一周したみたいで、あの暑い時によく70キロ走ったなと思って、ちょっとびっくりしたんですけど。うん、なるほど、はい、うん。調子いいのかなと思って。ああ、うん。まあ、再びじゃあまた負けられないっていう感じになりますかね。そうですね。去年、たまたまちょっと15分くらいですけど、みなかみで立ち話したんですよ。山県が確か来るんで。はい、まあ、今後の話とかいろいろできたんですけど。うん、また最初でもね、少し話ができればいいかなと。そうですよね。はい。また、ちょっとこう、そういうシーンを、私自身は、はい、こう、大会の公式のライブ配信のちょっとお手伝いをすることになってますので、はい、ちょっとまた、そういう表情とかお話とかエピソードとかを、なんか、はい、ご覧になっている皆さん、ライブ配信見る皆さんにお伝えできたらいいなと思ってます。はい。はい、楽しみにしてます。まだ若い選手もね、たくさんいい選手いっぱいいるので。もちろんそうですね。はい、そういう、まあ、だから、そういう若い、新しく出て、こう、まさにもう20代で、今回ね、注目されている選手とかもいますし。ね、いますもんね。そこから、まあ、この50代で、ね、まあ、私も含めですけど、まあ、こういう、ずっと、こう、黎明期、この日本での黎明期から、国家も、活躍されている選手も一緒の、こう、舞台に立つっていう、素晴らしいなと思います。今回は、やっぱちょっと、ね、大きな、こう、一つ節目になる UT、ウルトラトレイルマウント富士になるのかなと思ってます。楽しみにしてます。そうですね、なるかもしれない。はい。まあ、まずは、横山さん、こう、まあ、安全にというか、まあ、言うまでもないですけれども、ね、無事の、こう、感想。そうすると、10年ぶりに UTMF 感想ということになるんですかね。そうですね、長いですね。まあ、そんな別に、その間もいっぱい、感想してらっしゃるんで、はい、そんな、とりわけて言うほどでもないと思うんですけれども、まあ、あえて、こう、私はなんかつい、そういうキャッチーなことを考えてしまうということで、はい、お許しいただければと思います。はい。すみません、横山さんお時間いただいてお話伺いました。すみません、はい、ありがとうございました。来週楽しみにしてます。はい。横山峰博さんでした。はい、ありがとうございました。失礼いたします。